ベッテラウ軍は、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ダルムシュタット行政管区に属する軍である。この軍は1972年に成立した。軍庁所在地はフリートベルクである。ベッテラウ軍の名前の由来は、フランクフルトアムマインの北に位置するヘッセン州で、最も収穫量の高い土地の一つであるベッテラウ、という地形の名称にある。この地形の名称はさらにベッター側に由来する。 ウェターを、イコールベターアウェベッターガーの草地を意味する。軍域の西部にはタウヌス山地の染脈である東、ヒンタータウヌスがそびえる。ここには数多くの高宣源や温泉源が存在する。軍域の東部ではロンネブルク丘陵がホーゲルスベルク山地やシュペッサルト山地の染脈に至る。ベッテラウ軍は北から時計回りにギーセン軍、ホーゲルスベルク軍、 マイン・キン,チヒグン,グンツヒ軍、軍独立市のフランクフルト・アム・マイン、ホーホ・タウヌス軍、ラーンディル軍と境を接している。軍域は歴史の経過に従い、数多くの所領に分割されていた。その中でも重要なのが、ヘッセン・ホーハク、ゾルムス・ハク、イーゼンブルク・ハク、マインツ大司教、自由帝国都市フリートベルクである。遅くとも19世紀以降、現在の軍域は、 ヘッセン対抗国領となり、オーバーヘッセン州内に、フリートベルク軍とビューリング軍が形成された。ヘッセン州の地域再編に伴い、両軍は1972年8月1日に発行した法律に従って、ベッテラウ軍として合併した。軍の行政機能の所在地、すなわち軍庁所在地は、フリートベルクと定められた。 ベッテラウ軍の行政庁舎2011年3月27日の軍議会選挙の選挙の結果は以下の通りである。18年3月18日の軍庁、選挙決戦投票でヤンベックラーは57.0%の票を獲得した。この選挙の投票率は23.1%であった。図柄、青い波帯で上下に分割。上部はで。 波線から現れる赤いくちばしで武装した黒い、相当の和紙。下部は銀字に2本の赤い横帯。解説、帝国の和紙は、中世まで存在していた、帝国州、ベッテラウあるいはかつての自由帝国都市フリートベルクを、表している。赤い横帯は、軍域東部をかつて収めていたイーゼンブルクビューディング園。白を、青い波帯は、ベッター側を象徴している。 この紋章は1975年7月2日に認可された。タウヌス山地とフォーゲルスベルク山地との間の肥沃な土地は北から南への重要な通り道であった。カッセルとフランクフルトアムマインとを結ぶ最初の鉄道であるマインベーザー鉄道もこの街道沿いに通された。この鉄道は1850年にフランクフルトアムマインからフリートベルクを経由して、 ウッズバッハまで開通し、1851年には、さらに、ラング・ゲンスまでが開通した。軍域は、ヘッセン選帝高領に属した、バートナウハイムを除き、ヘッセンダルムシタット法博領に属していた。バートナウハイムは1866年に、ヘッセンダルムシタット法博領に編入された。ホーゲルスベルク山地の変炎部に、ギーセンから、ニッタビューリンゲンを経由して、 ゲルンハウゼンに至る南北を結ぶもう一本の鉄道路線が1870年に付設された。はじめはオーバーヘッセン鉄道会社によって建設されたのだが、1876年にヘッセン対抗国国有鉄道に組み込まれた。フランクフルト地域を迂回するためにプロイセン国有鉄道はハーナウからフリートベルクまで直接結ぶ路線を建設した。この路線は、 1881年にヘルデンベルゲン・ウィンデッケンからの部分区間によって完成した。ヘッセンクニュユー鉄道は1888年にニッタからショテンまでとシュトックハイムからゲーレルンまでの2つの路線でホーゲルスベルク産地の開発を始めた。後者の路線は1906年にグレーベンハインクラインフェルトまで延長され、ラウターバッハまでの横の連絡路になった。 軍庁所在地のフリートベルクは重要な鉄道の分岐点となった。フリートベルクからフランクフルトアムマイン、ディーセン、ハーナウ行きの3つの路線に以下の路線が加わった。1897年に、粉ン,ン及び日体行きの支線、1901年にナウハイムホムブルクビースバーデンの本線がフリードリヒスドルフまで延長されたのである。フリートベルクは現在、 インターシティの発着する駅となっている。ニッタの他にシュトックハイムも文岐駅となった。シュトックハイムを起点として1905年にヘルデンベルゲン・ウィンデッケンまでのニッタ・ータール鉄道が開通した。この路線は1907年にバート・フィルベルまで延長され、ここでマインベーザー鉄道に接続した。最後に、 レンツ &CO、GMBH の子会社である民営のブッツバッフハリヒ、鉄道 AG がブッツバッフハを起点とする以下の鉄道網を完成させた、軍域内を連邦アウトバーン A5 号線と A45 号線が、通っている。さらに多くの連邦道や軍道が軍内を結んでいる。例えば連邦道 B3 号線、B275 号線、B455 号線、 B457 号線、B521 号線などである。ベッテラウ軍では2010年末現在、約22万5千台の原動機付き車両が登録されている。このうち16万9千台が乗用車、8700台がトラック、1万5千台がオートバイである。軍内の公共旅客近郊交通は、ラインマインイコール交通連盟地域内の オーバーヘッセン交通会社によって運営されている。自動車のナンバープレート1972年8月1日、本軍で FBE ナンバーを用いることとなった。このナンバーは1956年7月1日からヘッセン州旧フリートベルク軍で用いられていたもので、現在も使われている。1990年代まで旧ビウーディング軍の車両には DA から DZ まで、 および LA から LZ までと100から999までの番号を組み合わせたナンバーが使われていた。2013年1月2日以降は FB に加えて BUD ナンバーも用いられている。重要な地方紙としては、ベッテラウアーザイトング、バートフィルベル周辺では、フランクフルターノイエプレッセ、軍島部では、クライスイコールアンツアイガー、北西部では、 ウッツバヒハー・ザイトングがある。フランクフルター・ルントシャウの地方版もベッテラウ軍で多く購読されている。人口は2019年12月31日、現在の数値である。ベッテラウ軍の市町村図この文献は翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。